今、サンフランシスコ日本町の J-POP サミットに来ています。今回は、ヤナ・キクさんにインタビューをさせていただいています。ヤナです。キクです。ヤナ・キクでございます。はい。ということでね、ただいま、はい、サンフランシスコナウです。サンフランシスコ、アメリカですよ。はい。ね、J-POP サミットというイベントに参加するために、私たち、サンフランシスコに来てるんですけど、もう今日で3日目、はい、そうですね、いろんなところに行きましたね。はい、行きました。最初はね、うん、どこに行ったっけ、そう、このキモコスで、うん、サンフランシスコの街をたくさん歩いたんですよ。たくさん写真を撮りました。そうなんです。いろんなアポなしでいろんな洋服のお店や面白い雑貨のお店に、うん、写真撮ってもいいですか店内でって言ってたくさん写真を撮らせてもらったり、あとは有名なゴールデンゲートビーチに行ってすっごい綺麗でした。 そこでもちょっと面白い写真を写真いっぱい撮ってきたので、はい、いつね見せれるんだろうね。いつだろうね。いつですかとか言っていつですか写真ね、早くねみんなに見てもらいたいんですけど、やっぱり、ま、日本もねすごい素敵な場所たくさんあるんですけど、サンフランシスコおしゃれなところがね、街自体がおしゃれ、ポストカードに出てきそうな色合いが、うん、かわいいよね、カラフルだし、ペインティング、そう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 、あれすごかったね。すごかったね、あれ竜のペインティング、あ、それも写真に撮りました。壁から竜がもうブワーって出てきそうな感じのねえ、ありましたね。あとあれだ、この次の日は、うん、もう J-POP サミット、今回何のために来たか、 J-POP サミットに出演するために来たんですよ、です私たち。でも本当にジャパンタウンっていう日本の街を再現したようなラーメンとかお寿司とかしゃぶしゃぶとかがあるその街があるんですけど、あ、こんなにも日本に興味を持ってくれてる人がたくさんいるんだと思ってびっくりしました。本当にびっくりした。ラーメンなんて日本よりも並んでたから5時間並ぶみたいですよ。5時間待ちってあんまりない。もう日本に来て食べればいいのに本当にって思うぐらいだったよ、うん、日本の皆さんラーメン人気でしたよ。あと麺類人気だったみたい、うん、そうだね、ねえ、あとはやっぱりそのジャパンタウンで私たちライブをやったんですけど、1日目はね、うん、何ステージだったっけ、ピースステージ、ピースステージでライブしたんですけど、もう覚えた英語の MC を初披露するっていうことで、うん、結構伝わってたね。伝わってた。初めてのアメリカでのライブだったんですけど、うん、みんな藤山ディスコのこの振りもやってくれたし、これやってくれたんですよ皆さん、三角、嬉しかった。そうなんです。あとね、最後のハローワールドっていう曲があって、どんな曲だっけ、もっともっと大事なところ世界と柳くんもつながっていきたいよっていう、そう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 、心と心をつなげましょうっていう歌なんですけどなんかそれ時もハローワールドっていうところの曲も曲のフレーズも皆さん一緒に歌ってくれて、でもこうやって振ってくれて、すごい温かいお客さんがねいっぱいいました。そう、いや本当に温かかった。 で2日目、今日先ほどライブは終わったばっかりなんですけれども、さらに盛り上がって、はい、なんか1日目のライブを見てくれてるお客様たくさんいて、うん、もう覚えたよって言って振りをまたそこで一緒にやってくれたり、うん、もうファンになったって、うん、一番嬉しかったのは終わった後、私たち柳木ブースもあったんですけど、うん、そこに来てくれて本当にファンになったから、絶対にサンフランシスコ戻ってきてねってね、言ってくれて嬉しかったです。本当にそれが一番嬉しい。泣いちゃったもんね。そう、どうしたのあれ。あれはね、なんかあれ皆さんのなんかみんなが笑顔でみんながなんか一緒に歌ってくれてると思って、うん、ふーとか掛け声とかやってくれてハローワールドで最後の曲のなんかすごい嬉しいと思ったら、もう涙がボワーって出てきてそれもね、あったかく皆さんもそうって言ってくれて、そうなんですよ、何せ温かい、あったかいよね、びっくりした。あとね、あとブースでもいろんなことやったんですよ、うん、何やったっけ、書道のサイン会、そう、あと、いろんなこの日のために作ったオフィシャルグッズとかね、グッズがいっぱいね、みんな喜んでくれて、手ぬぐいとか、あと
何プレイボタン、プレイボタンはあとステッカーそうそうステッカーとかね、うん、あといろんなのあと何作ったこれこれあそうそうこれこれねまだ日本未発売未発売なんですけどこれめっちゃ可愛いんですよ作ってきたんですそうなんです人気でしたこのステッカーみんなあのすぐに貼ってくれたりとかしてそうなんですよあとまだ喋っていいですか大丈夫ですかあと、まあ、ライブの話また戻るんですけど、うん、今回 MC の中で、まあ、今回決めたことがあって柳久のファンのことをレタスって呼ぼうってなんでかっていうとそうなんでかっていうと柳久は焼肉が好きでそうそうそう焼肉と柳久が似てるっていうところから MC に取り入れたんですけど私たちがお肉であなたたちはファンの方はレタスどうぞ巻いて巻いてくださいそうそうそうどうぞ巻いてセッションしましょうみたいな感じでこれからレタスって呼ぶことにしたのでラップやったらいいじゃんえやだよYou are the lettuce, be are the meat レタス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 これをサンフランシスコでやったんですよそしたらレタスコールそうレタスレタス、ねでその2日目も出てっただけでレタスコール多分柳くよりもレタスの子たちって多分なってる、うん、なってるねしかも本物のリアルレタスを用意してそう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 、それをプレゼントしたんですけど1日目はレタスこれ私もらうのっていう感じの反応だったんですけど1日目は馴染んでなさすぎて困ってました2日目 の女の子はすごい喜んでレタスを持って帰ってくれましたね、夕飯にでも使ってもらおうと思ってね夕飯にでもねはいてな感じで あともう一個ね、うん、思ったのがこちらの男性の方は、うん、みんなジェントルマンライブのこと言うのかと思ったらいや本当にジェントルマンでジェントルマンで優しいんですよ日本の皆さんも優しいんですけどなんかこう照れくさいじゃないですかドアを開けたりとかこう手を貸したりとかってそれをスマートにやっちゃうんですよねそれでちょっとあれそうそう写真撮る時とかも自然にこう肩を組まれるんですよもうこうなんですよそんなねえみたいなドキドキドキみたいな感じになりましたけどどうですか日本と比べてね気づいたこととかありました日本と比べて気づいたこと、うん、それはまあいっぱいありますけど、うん、まあ日本のファンの方はやっぱり知らない曲だといいことなんですけどとっても真剣に、まあ、歌詞もねそうそうそう聞き取れるし真剣に聞いてくれるんですよ、ね、でアメリカの方はまあ分かんないけど分かんないけどって言ってもう踊ってくれるっていうのがうなんか結構気持ちがすぐに動きに出るっていうか、うん、そうですねあとヒューとかいう掛け声に出るというか、うん、すごい皆さんテンションが高くてなんか私たちが逆にこう乗せてもらったっていう感じでした、ね、まさしく、はい、でも早くね日本でもライブがしたいねそうなんですよしたいですグッズとかもね早く見てもらいたいので日本でもレタスって言うレタスって言おう日本のレタスちゃんたち柳久のレタスちゃんたちこれからも応援よろしくお願いしますこんな締めでいいの大丈夫ですか柳久の応援をこれからもよろしくお願いします